怖いな怖いなこれ怖い。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、トニーです。チャイです。はい、今回はですね、あのね、先輩にね、見せたいものがあるんですよ。先輩すかっこかわいいやろ。あ、そういう系にしたんですか。あ、そっち系で行く感じっすね、これから。動きやばいっすよ、ほんと。なんなん、うちのマネか。この野郎。いやいや、殴りつつ。夜に。でね、先輩にとりあえず見せたいものがあるんですよ。ね。この丘の下なんですけども、ドーンで見てください、あれ。これ、この夜のうちに見たいんですけど、これめっちゃ綺麗くないですか、これ。おニューラボ？ラボではないですね。おニューのラボではないんですけど、これね、作ったんです。めっちゃ綺麗。そう、しかもこれ、今、夜が明ける瞬間、この瞬間がめっちゃ綺麗なんですよ。ね？なんか綺麗でしょ？なんでこんなことしてるかっていうね、あのもう噂が立ってる開拓島のね、開拓島で、もう噂じゃないっすね、もう開拓島がもうできたので、ね、そこで何か活用できるような何かこう綺麗なものないかなと思っていろいろ調べてたんですよ。どんな感じ？いや全然、なんか顔半分だけ出てるみたいな。 そこでね、あのいろいろ調べとったら、こういう水槽みたいな、これ水槽じゃないんですけど、これ、水のカーテンを使ってやっちゃってます。入っていいの？あ、別に入ってもいいですけど。先輩の顔が妖怪みたいになってますよ。怖いな怖いなこれ怖い怖いな。なんかトニーもやりたいんやろ。いや、いいっすわ僕は。先輩顔やばいっすよ。でね、こうまあ中覗くとですね、まあこんな雰囲気ある空間を作ってね、その空間の中に、こうライトアップとこの何、こう水に合うようなものたちを置いてるわけなんですよね。まあ外の壁はこれも適当にまあ何でもいいんですけど、これだから松明もね、水の中にあるみたいな。でまあこんな感じなんですよ。ね。で、これ作り方なんですけど。ね、ちょっとそれだけ説明しようかなと思ってるんですね。おい、なんでしまくんすか。なんでしまくんすか。怖いな。先輩ちょっとこっち来てもらっていいですか。こっち。しょうがないな。あ、よいしょ。あ、そうそう、ちょっと待ってくださいね。これややこしいですね。まあ、この水の原理なんですけど、さっきのやつってちょっとコツがいるんですね。作ろうと思ったら、この水って流すだけじゃなくて、そう、水の性質をね知っとかないといけないんですよ。まあ、例えばこんな4方向にね、穴が開いてるとするじゃないですか。まあこれを中心として、これ中心ね、ただの中心ね、これ中心、そう、このブロックライトが何とか全然関係ないんで、ただの中心です。でこの中心のところに水をね、あの置いてみるんですよね今から。じゃあここに置いたらどうなると思います？ブッシャーってなる。あーでしょ、ここにね水を置くとこうなるんですよ。これすごないっすか。穴の方向行った。そう、穴の方向行くんですよ。ちなみにこれここで普通にやるとこうブッシャーってなるんですよね。これが普通でも穴があったらその穴の方向に向かっていくんですよね、水って。そうなん？そう、穴に向かう性質があるんですよ。ただあの3マス以上はあのその性質が反応しないというか、4マス以上が反応しない感じ。そう、反応しない感じですね、水。でちなみにもうこれ今ちょっと分かりづらく
分かりづらかったかもしれないですけど、まあ単純に穴に向かうんですね。でこれが4マス目やったら反応しない。でちなみにですよ、うん、あらほう、あらえちょっと開けすぎちゃう、これ入るやろ。でこの2マス、うん、あとその後ろ1マス、この3マス以内やったら穴に向かって水は動いてくれます。でね、僕が言いたいのはこれ、じゃあこの2マス目のところ、うん、1、2マス目のところが穴開いてんのと、うん、1、2、3マス目のところが穴開いてるとするじゃないですか。おー、ね、この場合どう流れると思います？穴が近い方に向かっていきます。穴が開いてる方向で、かつ3マス以内で、うん、複数穴があったとしても穴が近いところに向かうっていう性質ですね。近いところにしか行かないのね。そう、近い穴に向かって流れます。でちなみにこれね、めっちゃ分かりやすくこういう配置にしてるんですけど、例えば1、2、3、あ、間違ったなんかバコーンって言いましたけど、え、なんか爆発させました、え、教えないよ、な、何の音ですか今の、まあまあいいっすわ。でこれ 1,2,3 マス目に穴開いてるでしょ。でこのちょっと斜め気味のところにも穴開いてるとするじゃないですか。こうね、これで流してみますよ。どうなるか、水の動きはどうなるのか。これね、こうなるんですよ。これ両方ともね、3マス目の穴になってるんですね。これ両方とも水の動き、見ました。もう一回いきますよ。1、2、3で落ちてるんですよね。なるほど。こっちの水は1、2、3で落ちて、こっちは1、2、3で落ちてますね。で両方とも3マスなんで、2つの穴に反応してると。すげえ。ちなみにこれまあこうじゃなくて、じゃあこの斜めね、この斜めに穴が開いてるとしたら、うん、もう想像つくでしょ。え、1、2、1、2、そうっすね、両方から流れるんですね。すげー。まあこの性質を利用して、さっきの水のカーテン作ったんですけど。おー、じゃあもう一回ちょっとさっきの場所行きますよ。おー、これね、超作り方簡単で、これ上から覗くとね、うん、まあこんな感じになってるんですよね。で、先輩も知ってると思うんですけど、水ってこういう、例えば先輩大丈夫ですか？どっからボタン？いや、ここにはしごをつけてますから僕あ、あった、うん、こういう枠があると、その枠の形になりますね、水って。うんね、うん、これを使って、うん、まあ、ここにこう水を流し込むみたいな感じですね。そうだから、もう単純にこっからこう流すのと、こっからこう流すのともう一緒、やってることは一緒なんで。ほんで、でさっきの性質はどこで使ってんのって、これよく見てもらったらね、この水のカーテンをね、水のカーテンをよく見てもらったら、あら、あ、取っちゃった取っちゃったな。これ普通やったら、これ下ここで流すとですよ、ブシャーなるじゃないですか。ブシャーなるじゃないですか。ブシャーブシャーねえ。でもさっきの性質を使っていくと、うん、おー、ブシャーならんでしょ、カーテン。そう、もうここで止まってるでしょ。ねえ、さっきの原理ですよね、水の。お、穴、そう、穴がね開いてるんですよね、ここに。うん、そう、
ここにこう水が流れるようにしてるんですね。そう、みんな水はこっちかあっちかの水じゃなくて穴に流れ込もうとするんでブッシャーってならないと。ちなみに両方ともこれ3マス以内なんで、1、2、3で3マス以内なんで、うん、はい、全然ブッシャーならないですね。だこれもっと広いの作ろうと思ったらもっと穴を増やさないといけないですね。横幅を増やそう思ったらって感じですかね。なるほど、超簡単でしょ。これくれんの？あげるってなんですか？あげるって今僕のデータ、はい、どさくさに紛れてあげるわけないでしょって言いそうになったやろ。いやあげれないっすもん。これどうやってもらう気やったんですかこれ。え、お前のデータはすべて俺にくれ。やめてもらっていいですかそういうの。でね、これね、その水のカーテン使った時にこのなんかサンゴ礁とか綺麗に映る、何なんかなんていうかな、これライトアップの仕方みたいな、これちょっといろいろこう探ってたんですけど、うん、この位置にライトがある時が一番綺麗ですね、サンゴが。近っ、ちょっと近いでしょ、なんか近いかなって思うでしょ。裏方を見てしまった、ちょっと残念度。そんな残念ですか。別に残念じゃないじゃないですか。あ、まあここ見たらちょっと近いけど、うん、まあいいんすよ。そんなことはどうでもいいから、トニーよ、はい、私に食べ物をくれ。あ、食べ物ですね。うん、3秒以内にくれないと爆発してしまう。3秒以内ですね。ちょっと待ってくださいよ。3、あ、トゥー、なんか動物に餌あげてる感覚になりました今。トゥーに何か言ったか。いや、なんでここにこんなん置いてるんですか勝手にって感じですね今回は。わあ、まあこれを駆使してね、もちろん僕たちも先輩あれ、あの上にプール作るって言ってたじゃないですか、あのタワーの上にね、あのタワーズ系か。そう、あのね、プールやめて水族館チックにします。プニーの木の代わりようは天候と一緒か。いや、まあ、いや、だってプールなんてすぐできちゃうじゃないですかね、ウィーって水流せばいいもんね。だから開拓島、あ、そういえば先輩、あの開拓島、あのステーション作るんで、あのマルチに向けてね、マルチがこれからできるようになるんで。いや、先輩もするんですよ。マルチになったらね。なんか何した今。いや、冗談です、ごめんなさい。ってことで、まあ今回はとりあえずこんな感じですね。はい、それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。もしこの動画がためになったと感じたら、高評価ボタンの方とチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。それではトニーでした。ジョイでした。またねー。じゃねー。ちょっと頑張りましょうね。あの開拓島、開拓島、はい、マルチできるようになる、いつなるんでしょうね。早くなってほしいね。そうですね。どの島がいいですかね。